しい。こんにちは。こんにちはって変な感じ。こんにちは。こんにちは。あ、なんかペアルックみたい。ほんまや。シミラールック。シミラールック。うーさんとシミラールックです。じゃーん。あ、ちょ、これもらおうかな。お、どうぞどうぞ。頑張って、うーさん、そう。するかな。うおっ。上映会が終わりました。お疲れ様です。昨日食べれなかったフリッツを。あ、今食べています。私も昨日買ったポッキー今日の朝食べましたあるあるです。ポッキーの売り上げ上場ね。大事ですよね。でもそういう日、うん、だってもうスーパーの棚前一番前にポッキーある、うん、なんかすごい価格めっちゃ斜めうさゆらゆらイエーイ。トッポと、うん、プリッツと、あ、じゃあ、はい、トッポとポッキーやったらどっちが好き？トッポです。うーん、やっぱチョコの方が多い方がよくないですか？うん、チョコいっぱい入ってるよな。わ、はい、かる。皆さんはどっち派ですか？みんなはどっち派？やっぱみんなも食べたんかな。ミックスジュース、これ200円200円、うん、でも、食べちゃいますよね。ん？何が？そういう日に、あー、そうやな、うん、昨日食べへんかって。あ、食べなかったんですか？そうで、そのいっぱい買ってきてくれたやつが劇場にあったから、うんうんうん、朝ごはん食べてなかったから、はい、朝からプリッツしか食べてないマジか。いや、朝ごはんはサンビーみたいなパンを食べました。おー、はい、サンビー。サンビー、なんか結構昔からあるパンなんですよ。初めてよ。そう、トマトプリッツ。あ、でもなんかトマトプリッツ食べれるようになりました。私も無理やったん？いや、なんか別にうんって感じだったんですけど、うん、いっぱい食べれば食べるほどあれ美味しくないですか？トマトプリッツってトマト味？はい、ちょっとなんかピザっぽい味します。へぇ、はい、トマト食べたことないです。チーズの入ったトッポなんかあるんや。へぇ、すごい。ほんまですか？ほんま見たことない。見たことない。はい、ほんまに？ほんまにありそうやけど、あったら美味しそう。ラビグルメも知らんの？うん、知らないです。知らない。すごい情報通なんだ。さすが。確かに2人の配信珍しい、うん、N と M ですもんね。うん、なかなか横でプリッツ食べてポッキーゲーム。あー、うんさと、なんか喉が出ません？なんか上がってる。こんにちは。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。今日何の髪型しようかな。ツインテール。上映会ですよ。私、下ろせないんですよ、公演中に。うん、こういう時で下ろしとかないとって変な、うん、あるね。あります。できひん時にやっとくやつ。はい、ツインテールはもう月に 2,3 回やってます。おー一番楽。下ろし、そっか、はい、ゆるふわ系ができひんよな、公演の時。いっぱい踊るから。そうなんです。なんか変に気にしちゃう。あ、お疲れ様です。おはようございます。暑くなりません？これこんなんなりません？もう公演中、はい、なる。もう前髪どっか行くもん。いや、なんか髪飾りが上にこうやってなる。昨日ゆかなってた。いや、あれが本当にいつこうなんか、うん、いい感じにできるかとか、なんかそういう変な考えがしちゃうからできないんですよね。もう踊るだけじゃなく、いろんなとこに集中意識いくもんな。そうなんですよ。髪の毛の使い、もう髪の毛の使い方とか考えちゃうから、それはまあいい勉強。確かに。たった。前髪伸びた。あ、せいちゃん、ありがとうございます。こんにちは、しょきんさん。エクステ外しましたね。結構前に外しましたね、エクステは、うん、どっちも似合いますね。ほんまに？え、どっちの方がしっくりきますか？しっくりくるんは、まあ今の長さずっとやってるけど、でも長いのもなんかライブの時はいいなと思った。あ、確かに髪型がめっちゃ映える、うん、な。私なんかそれでずっと伸ばしてます。あ、そうなんや、はい、なんか偉い。
ライブな普通にプライベートとかのお洋服撮るってなったら一回切ってもいいかなと思ったんですけど、やっぱツインテールとかポニーテールとかするから、やっぱの長い方がライブ中になんかやってて楽しいから伸ばしちゃいますね。一回ここまで切ろうか迷ってたけど、そうなんですよ。短いのあんま見たことないな。切ったことないんですよ。あ、多分。そうなの？切っても多分ここら辺。あ、そうやな。今のウーさんぐらいを2年ぐらい前に切ったぐらいで、それ以外もう生きてて切ったことなくて、それ以上。あ、はい、もう経験したことないってこと？ないんですよ。ショートとかボブを。ボブも似合いそう。ほんまですか？でちょっと髪色明るくしたら、重くならないんですよ。と思いながら一生切ってないです。わかる。切れない。きっかけいるよな。はい、なんか欲しいですね。でもちっさにそれ言ったら、あの食べるときに髪の毛邪魔なんで切りましたって言っちゃう。まあ作ればええもんな、きっかけなんかなって言われて。違いない。チッキーらしいな。そう言われました。確かに邪魔やけどって言って。すっぴんです。いや、すっぴんやな。はい、マジですっぴん。すごい、お肌綺麗すぎてすっぴん感ない。あ、ほんまですか？でもここがしっかり昨日ニキビ潰しました。あらま、あらま、潰しちゃったの？潰しちゃうタイプなんですよね。潰した方がスッキリするような。そうなんですよ。なんかな。ヤッホー。ヤッホー。ヤッホー。ハロー。助けてください。ヤッホー。隣に行きたいの？仲間に入れてやってもいいよ。助けて。なんかこっち来たい。前田。前田。何をしてんの？何ごっこ？助けてよ。逮捕したぞ。あ、スバだった。生きたな。やめて、この至近距離はやめて。逮捕したぞ前田。前田どうした？どうした？何したん？なんかこのあの部屋に行った瞬間襲いかかられて。さっきまでシオン寝てたやん。いや寝てなかったです。寝てた。寝てきましたよね。追いかけてきて、なんか、アイピが、おはようございますって言うから、誰だろうって見たら、レイコさんだったんですよ。でも挨拶をしてなかったから、私も初めましてだったので今日、おはようございます、みたいなもんです。何？何の話？真剣に真剣に聞いてたこっちが思い出しくなるんですけど、おはようございます、みたいなものを知ってました。あ、なるほど。朝のね、はい、一旦朝のイチャつき、はい、いらない。寝起きでこのテンションはさすがすぎって。いや、寝起きじゃない。この子は今私と本番を終えました。あ、そかそかそか。寝起きはこの2人。間違いない。名言にはこの2人。間違いない。今日は9時ぐらいに起きました。えらいね。みたらしさん。NB のみたらしです。よしよし。背が高い。もう縮んで。縮め。縮め。縮め。ねえ、これ。やだ、やめて。あ、にゃー。ガーターや。ガーターがある。誘惑の動画あった。誘惑のガーター。やってくださいね。何を？誘惑のガーター。やったことありますよね。ない。あれ？え、なかったでしたっけ？いや、あかりさんの卒コンでやってましたでしょ？石田さんとやってなかったでしたっけ？やってたことある。なんで本人が知らないんですか？いや、ウーさんはほんまにしっかりしてそうに見えて、ほんまに抜けてるとこ抜けてる。かわいい。受けまくって。あ、ガーター解かれた。え、あ、ほんまや。今から全部浮かぶの。ノブさんにガーター解かれた。イエーイ。うわー。お姉さん解かれた。解かれた。犬だ犬。わー。お前ら。にガーター取られた。犬だ。犬だ。吠えろ吠えろ。なんで吠えんねん。ワンワン。ガーター投げてって。投げたいけど繋がれてる。みんなにあげたいこのガーター。あ、繋がれてるところで手首裏辺に巻いたらもう二人は。結ばれてる。やだ。結ばれてる。レイコちゃんは私の猫ちゃんなので飼っております。飼い主。そう。みたらしじゃなくて。みたらしはレイコちゃんが飼ってるから、まあ実質みたらしも飼ってるみたいな。そういうことですね。そうそう、買われてるんです最近。そう、みたらしなんです。どういうこと？みたらしってどういうやつですか？え、どういうこと？知らんと言ってた。みたらしはどういう動物ですか？モルモットです。モルモットなんですよ、レイコさんは。
エネンビのモルモット人間やと思ってた、私人間なんですけど、ちじめ顔見えないんだ、顔見せたくないんだよ、すっぴんやから、あだったらちじまなくていいです、うん、でしょピュアやなやばい、ここで主従関係がどうしよう あれですね、スレイブスレイブ夢逃げ公園には入ってたやつあったね、従順のスレイブ、どうスレイブやりたい、ね、スレイブやってますよ今お前ご主人、どっちがご主人、こっちですね、あそか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 、なんか無茶ぶりしてください、無茶ぶり、じゃあお手お手うえちゃんとちゃんと何取れてるんですか、はい、聞こえましたか、何撮れてるんですか、昼間から何を見せられてるんでしょうか私たちのイチャつきを見せて、私たちはエネンビはいつも深夜なんです、どこでもないことやな、エネンビのテンションはいつも深夜です、うん、らしいです皆さん、ナチュラル、はい、最近すごいいじってくるウイカさんが、そうあらいじりがいがある、でも嬉しいんでしょなんでそんなこと聞くの、喜んでるんでしょめっちゃ笑ってるやん、やだもうやだこの人たち、目もしっかり笑ってるやん、いつもレイコさん目は笑ってないのに今笑ってる、目も笑ってます、笑ってた、笑ってた、よかった、もういつも笑ってない、笑ってる、鼻水出る、なんで風邪気味か、寒いです、寒いの、イジ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 られてます、なんでウッカーさんにデレデレなんですかまあそれは、うん、まあ、そういうことやん、そういうことやん、そしてシオンとはちょっと違うね、そういうことやん、関係いや大丈夫あ、ここで出てる、ユイナドライヤーからな、そうドライヤー意外とめちゃめちゃドライヤーから、はい、ドライヤー、あードライですか、ドライメンバーにドライだと思う、うん、めっちゃドライヤー、ドラえもんみたいな、あの先輩にはめっちゃ甘えてる、見たことない、甘えてくれるドライヤーと、ウーさんとかめっちゃ甘えてる、私にも甘えてきていいんですよ、めっちゃ大丈夫めっちゃ甘えしかないよな、シオンに甘えたら、うん、大丈夫、めっちゃなんだめっちゃなんだ、そうそう、でも私結構初期生に甘えて来られるので、あそうなんや、いや甘やかしてます、先輩してるじゃん、先輩してます、これでか、嬉しそう初期生みんな私好きだもん、いいと思うよそれ、よかった、よかった、安心した、うん、あの逆に8期生がシオンを甘やかしてるんじゃない、違う結構当てるかもしれない、それは何人かは甘やかしてくれる人もいるんですけど、でもまあ全般的に私が甘えてあげるっていう、甘やかしてあげる、甘えてあげる仲良しなんやな、じゃあごちそうしてる、いろいろお菓子とか、いやお菓子はごちそうしてないですね、ドーナツはやってないです、ごちそうしてあげな、一緒にご飯行ったことがないんです、あそうなんや、うん、私も八木ちゃんとなるわ、いいかもな、後輩とあんまないかもしれないです、確かに後輩八木しかいないけど、まあそうだね、うん、確かに、レイコさんも後輩とあんまりご飯行かないですもんね、行くよ、誰行くよ、アンジュとかさ、あそれこそ6期とかもな、うん、私ら後輩やもん、そっか、同期じゃないんだ、後輩やもんな、一応待って、アンジュと私とアイピーはいたことない、アイピー一回あの宝塚見に行った、そうや行ってたな、アンジュと私は頻繁的に行ってますよね、うん、そんな特別くに並んでもだから一人しかないってことですよ、後輩の中では、でも6期行った、6期は同期みたいなもんですよ一応後輩どうしても言わせたいどうしても私だけと言わせたいし一応後輩ロッキーとはみんな行ったことある、うん、そうやな、うん、うち逆にシンシンとだけご飯行ったことないかも、マジ、えそうなんよ、中に見えますよそれやったらだから全体だけやったらあるけど二人っきり、あ二人っきりは確かにないな、二人っきりはないな、二人きりシンシンだけないわ、へえー、そう二人シンシンないな、ふうかさんは二人っきり今までなかったって言って、二人きりレイコちゃんだけない、この中やったら、うん、あら二人っきりですか、えー、意外、うん、ないです、めっちゃ二人きりにいい、なんかなんやかんややりそうなのにな、何やかんで最近日本語全然出てきてないな、結構衰退してる、最近日本語できないんですらしいです、うん、そう先生とご飯一緒に行ったことないんだよ、ね、
心身。はい。お先生。お先生。うん。ピロピロとは東京で1日2人で過ごした、知ってますか皆さん。皆さん、私この中の人と全員と2人きりいたことがあるんです。ほんまや、すごい。違う、優香はシオンになんか焼肉連れて行かされて、行かされた、行かされた。そう、しかもこうレッスンの前やったよな。はい、レッスンの前に時間があって、優香は仕事終わりやって、お腹すいたなみたいな、レッスンあんのに焼肉行きましょうって言って何番の焼肉行ってすげー。その時あのアンダーライブのリハーサル前だったんです。あー、はい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 。私も、うん、あのキャンプな、うん、去年じゃ今年か、うん、の朝帰りなわけやんか。そうですよ。あ、そうやな。でさ、疲れてさ、あーしんどってなってる時にさ、えいこさんお腹すきましたって言って、うん、でパンケーキ、うん、行かされた、行かされた、行かされたじゃない、みんな。いや、もう連れて行かされる、行きたかったやろ、無理やり無理やり行きたかったから行ったよ。私もアシオンにゆうやさんカレンダーしてくださいって言われて、違う違う、じゃあここで違う、はい、カレン連れて行かされました、行かされました、そうだったんですか、行かされました、行かされました。でもゆいなさんはちゃんと店とか決めてくれたんですよ、うん、連れてってくださったんですよ。誰は、私が決めたかもしれない。だって生かされたの。こっちは別に気分じゃなかったけど、急に生かされたから。本当ですか、めっちゃ食べたんじゃないですか。そう、行ったら行ったでいっぱい食べた。クリームチーズ確定みたいな食べて。何それ、食べたんですよ。そう、なんか確定とかあって、キムチ、違う、クリームチーズ、え、キムチ、確定です。確定は違うやん、確定は確定やもん。クリームチーズ味のキムチを急に頼んで、初めて見てさ、チーズのキムチって何と思って頼んで、なんか来た、なんか来た、なんかみんな楽しそう。あ、もう詰めよう詰めよう、来た、はいはいはい、なんかみんな楽しそう、楽しいよ、楽しいよ、私たちは。なんか来た、わあ、もう厄介、ひどい、厄介な後輩たちに。最近こういう厄介な後輩に好かれてるんだ。失礼な。それは本人が厄介になっちゃう。あらー、それはそうだ。そういうことか。おかしいな。え、いきなり。こんな間があったらダメです。いきなり間があった。こういう間があったらダメなんです。あ、東京のテレビに行くにはこういう間があったらダメです。ごめんなさい、おっぱい触っちゃって。おっぱい触っちゃって、おっぱい殴られた今。なんかあったらダメなんですよ、これは。はい、じゃあ厄介の名前出して。お前、ピピご迷惑、全然映ってないで。そうやね、やし、まだ誰か分かってないで。こっちに顔、ちょんと出してや。うえっ、おー、大丈夫、違う、なんか出た、今の違う、おえっ、えいやい、はい、胃のせい。出口ちゃんが出てる。おはようございます。ハゲてる、ハゲてるって。なんか先輩が意地悪する。ハゲてる、ハゲてる。この人一番意地悪だからな。何言ってんの、後輩にされてたで今。後輩が、後輩にも先輩にも意地悪されるんですけど。そうですよ、いい、かわいそう、厄介なので。どうしたらいいんですか。ゲーム、同期にもじゃない。うん、味方はどこ。優しい人いないんです。もう、何だったの。そうなってないですよ。何？あ、それはもう二人きり、二人きりご飯行くしかないです。ご飯。なんでやねん。ご飯なんや。シオンすぐそういうの言いがち。うん、でも私後ろで見といていいですか？何を？二人でご飯行くの。ストーカーやし、ご飯だけ食べて帰んねやろ。会計そのままで。間違いない。いやー、そや。珍しい5人やな。確かに。もう一生集まることはない。一生この5人で配信することはなさそうだ。みんな貴重、うん、貴重やで、貴重や、貴重です、貴重やで、やほー。みんな寝てるかもしれないですよ、土曜日の朝。まだ昼な、お昼か。私は寝てます。起きてたんじゃん。起きててマジでずっと寝てるよな。マジ、うん、あ、そうなんや。5時起きひん。そうです、びっくりする。トイレも行かずに。え、そう、マジ。なんでそんな、知って同棲してるもん。バレたー、バレた。私自分のお家大好き。そういう関係だったんですか。ごめん、アイピー、もっと早く言ってくれないと。ごめん、どけてもらって。私年上のお姉さんが好きなんで。え、私ってこと。そうです。かわいい、ちょ、ガーターちょうだい。あ、また取られた。エッチ、何、なんかエッチ。さっきからもう、下からもうやった、やった、やった。
何テンション上がってんの、何やねん、れいこちゃんのガーデン、まだ休日の昼間ですよ。そうや、いや NMB はいつも深夜のテンションだからな、さっきも言ってた、そんなにテンション大丈夫かな、再放送、再放送、休日の昼間ですよ、まだイエーイ、そうです、昼間最高、れいこさんは本当に癒しお姉さんが好きなので、そう、私やん、お姉さんが、ね、こっちおるんですよ、ねね、よし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 、だからウーカさんにだけ 目まで笑ってくれる、まあ、目がいつもさ笑ってないみたいな、笑ってる目は私のものなんでみんなごめんな、そうごめんな、逆にあのギンギンな目ウーカさんの私だけのギンギンな目、私のそれはギンギンな目、うん、そうやね、ギンギンになってまうねん、うん、いつですか、えっとまあ不意不意に、え、どうするんですか二人、二人はどうするんですか、これからこれから興味津々やん、興味津々です、ゆいなさんはしんしんさんとご飯行ってください、ごめんごめんごめん、さっきアイピティからかけ、そうですよ、あ11月中盤ですけどまだ行ってないですか、行ってないです、やばいですね、行く行く詐欺、行く行く詐欺してます、ひらぱー行くのこれが一番長いです、1年ぐらい、1年以上です、アイピティ1年半から2年以上か、この中で2人きりでご飯行ったメンバーある？リコちゃん、あ、ご飯ですかね、うん、ご飯も食べましたけど、食べたけどでもラーメンじゃなかったからな、そう、うん、この間ね、あのメイクティアン、メイクメイクさんがね困ってた、あ、かったごめんなさい、思ってくれていいってこと、では出口ランキング読みますあとはウーさんのルームで皆さん楽しんでくださいランキングだけ読みます、13位オクタクさん、12位トシボン、11位ケイタン、10位ガンズン、9位サムさん、8位野原しんのすけのすけさん、7位水野のおっちゃん、6位がダイちゃん、5位がハマノン、4位がコジ、3位がシロ、2位がしんのすけさん、そして1位はディクタスさんでした、ありがとうございます、はい、ちょっと面白い配信になってしまったんですけど皆さんどうでしたか、それでは私はメイク行ってきますありがとうございました、またね。